北村又左衛門9月26日昭和60年12月23日は日本の林業家、政治家、北村林業会長、また帝国議会の衆議院議員を務めた。その他、全国林業組合長などを歴任した、奈良県出身、前名は太郎、昭和3年法政大学卒業、昭和17年の翌3選挙に、 奈良前県区から初当選、昭和20年11月まで在職した。公職追放となり、昭和26年6月解除とともに、同年10月大丸監査役に就任する。妻は105銀行取締役、土井八郎兵衛の長女、李氏。長女は、白鶴酒造相談役、加納真次の妻。奈良の名門加納家の大刑罰につながっている。次女は、 鳥取県米子市の実業家三代目、坂口平米の妻。実業家、茶人で京都の北村美術館を創設した北村金次郎は実定。第21版大衆人事録西日本編1960年期365ページより人事更新録。第13班下引く国立国会図書館デジタルコレクションデシリトル。d i l n d l g o j p 2021年8月28日閲覧。佐藤智康著、合伐地方豪族のネットワーク363、427ページ。ありがとうございます。